はい、皆さんこんにちは、渡辺隆一です。今回はギレンの野望ジオン独立戦争記ジオン軍編難易度ハード続きをプレイしていきたいと思います。ジオン軍編の難易度ハード、一度攻略に失敗してしまったので文字通りリベンジと題してプレイをしているんですけども、前回はオデッサの制圧戦を行いました。今回はその続きで北米キャリフォルニアの攻略作戦からプレイをしていきたいと思います。早速作戦を発動しましょう。進行ルートを表示します。で、今回はですね、3つの部隊を北アメリカ上空からキャリフォルニアに降下させていきたいと思います。あとは偵察支援も入れましょう。補給は第1ターン目は不要かなと思いますので、このまま進めます。作戦のターン数は10ターンあれば十分だと思います。了解しました。攻略作戦を発動します。ではこの後ですね、キャリフォルニアに突入する部隊をご紹介していきたいと思います。今回投入する部隊なんですが、まずはドズルザビ中将の部隊ですね。ドズルは専用のザクに乗ってます。その他で言うとやっぱりシャーですね。シャーも専用のザクになってます。で、あとは新松永、これもギリギリ専用のザクが間に合いましたので乗ってもらってます。あとはですね、ドップが、まあ、数は少ないんですけども用意できましたので、敵の航空機排除するために使っていきたいと思っています。これをまず突入させておきます。さらにガルマの部隊ですね。ここもですね、新しく、ガイア・オルテガ・マッシュ、これをキシリアの部隊から引き抜いて、それぞれ専用のザクに乗ってもらってます。ここはね、期待をしているところですね。あとはガルマも専用のザクに乗ってもらいます。これも突入させていきましょう。そして最後にトワニングの部隊ですね。ここはですね、シーマを入れてあります。で、あとは数はちょっと少ないんですけども、ドップですね。ここもドップを用意できましたので使っていきましょう。やっぱり敵の航空機相手にね、ドップのいるいないで、だいぶこちらの使える手立ても変わってくるので、序盤特にドップは優先的に地上戦で使うために生産していきたいと思います。ではキャリフォルニア攻略作戦開始です。連邦軍本部ジャブローに近いこの地域を制圧することができれば、ジャブローを牽制する上で重要な役割を果たしてくれるはずだ。諸君らの一層の努力を期待する。では部隊を展開していきましょう。敵はやっぱり航空機の数多いですね。これをある程度ドップで迎撃していくという体制を作っていきたいと思います。なので先にドップを展開しましょう。短期でドップで突入すると、それはそれで危険なので、まあ、ドップもですね、うまく、どこで使っていくかっていうのをね、確認しながら進めていきたいと思います。では、敵の航空隊が出てきましたので、こちらも、迎撃態勢に入っていきましょう。まあ、優先的に落としたいのは、やっぱり敵の爆撃機を落としたいですよね。特に、モビルスーツが、ピンポイントで狙い撃ちされる恐れがあるので、敵の爆撃機は先に潰していきます。ここまで味方の損害はかなり軽微で、順調に進軍が進んでます。次のターンに持ち越しですね。では、キャリフォルニアベース、攻略の2ターン目に入りました。部隊の展開状況をご紹介しておきましょう。まずですね、3方向から攻略を進めるということで、正面突破しているのが画面の中央の部隊ですね。ここにはガルマなんかがいます。3連星もここですね。そして、マップの左側、これコムサイの機動力を使って、こちらの基地の占領を進めています。ここの基地、拠点の占領が進めば、南下させて基地中心部を狙うと。で、ここはですね、もう一つ経路を作っていて、マップの下側ですね、ここはサイクロプス隊を投入してます。ではこんな感じでさらに部隊進めていきましょう。
これで、このキャリフォルニアベースに展開していた敵部隊は、全部撃破しましたね。ちょうど2ターンで攻略完了です。オデッサよりもだいぶ楽に攻略ができたのは、やっぱりシャアや3連星といったエースを多数投入したのが良かったのかもしれないですね。効果部隊の第2陣がキャリフォルニアベースの制圧に成功しました。この基地を橋頭保とすることで、北米大陸東岸部ニューヨーク基地を攻略することが可能です。作戦の発動をお願いします。はい。というわけで、ニューヨークの攻略作戦が発動できるようになりましたので、次回はこのニューヨークの攻略戦を行っていきたいと思います。今、ギャロップの開発を進めているので、ギャロップの開発が終わったらですね、ギャロップを、まあ、いくつか生産して、精鋭部隊を編成、ギャロップをニューヨークへ向けて進発させたいというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その様子をお届けしていければなと思います。